はい、皆さんこんにちは、ハリウッドから多分今年最後になります。こちらのごめんなさいナショナルニュースに連絡になりました。もう1年間いろんなあの話題をやったんですけど、ナショナルニュースちょっとね、星空の昇太席とちょっとダブるとこがあるんですけど、私なりに考えてやっておりましたね、今年最後ということで、やっぱりあの今年っていったらエネルギー問題がやっぱり一番ね、頭に来るんではないかと思いますので、石油ガス、産業が、直面するメタンの問題というこの記事をね、今回取り上げて、今年の、ハリウッドでのラストにしたいと思います。これから私もう本当数日で日本にね、行ってしまいますので、最後の放送は多分日本からになると思いますね。そんなわけで、一人で、ちょっと難しい問題にちょっと直面してみようかなと思ってますので、今日はよろしくお願いしたいと思います。はい、そういうわけですね、石油ガスが、産業がこれねすごく大きい問題ですからね、ちょっと話をね真剣に聞いてもらいたいと思います。行ってみたいと思います。それでは今年ハリウッド最後になりますナショナルラジオにどうぞよろしく。はい、ということです。ちょっとだけ記事を読みましょうね。これね、天然ガス施設の貯蔵タンクやパイプなどは、一見何の迫力もないが、赤外線カメラを通すと火災現場のような様子を示していると。おお、もう一つ、もうもうと立ち込めるのは大気中に放出されるメタンガスであるということなんですね。で、アメリカのバラク・オバマ大統領は二酸化炭素や、ハイドロフルオロカーボンを含むすべての温室効果ガス排出量を2005年に比べて 17% 削減することの目標を掲げており、石油と石炭から天然ガスへの転換が計画中心に、考えられているということだが、環境防衛基金、これは、ね、EDF というらしいんですけどのマーク・ブラウンスタイン氏はそれだけでは不十分だと指摘すると。はい、これね、僕は多分僕相当これ詳しいんで、この記事と別のことを話したいと思いますけどね。天然ガスは、石炭や石油よりもクリーンで、二酸化炭素排出量が少ない代謝エネルギーとして売り込まれていると。ブラウンスタイン氏、しかしエネルギー産業からの漏出に関する、EDF の調査を、考慮すれば、石炭と石油ガスから天然ガスへの転換がもたらす恩恵は不確かだと。これちょっと言い方が変ですけどね。実際政権が掲げる目標を達成するため には天然ガスの主成分であるメタンを、抑圧する以外に方法はないとの分析をニューヨーク市の、経済調査会社、ロジウムグループが報告していると。エネルギー産業が、排出量を削減しようとする動機が使われると話すのはアメリカの石油協会のシニア政策、顧問のマット・トット氏だそうですね。その一つが経済面だと。結局のところガスを無駄にすることはお金を無駄にすることと変わらないと。規制の強化を、支持する環境保護団体クリーンエアタスクフォースの、アドボカーシー責任コンラッド・シナイダー氏は、よくわかるんですね、漏出適所を突き止めて修繕すればガスの節約になり自らの利益にもなることが多いと話すと。で、この後ももうちょっと読みますね。もうちょっと読みましょう。目に見えないメタン汚染、メタン汚染ですね。これは EPA 規制の強化にあたって、油田からメタンの排出に対処するのは当然のことだとしないだし、しかし、なんだろうね、供給プロセスの他の部分、輸送ラインや加工工業、天然ガスを、油田から、発電所に運ぶための油田っていうのかな、なんとかな、油井戸ですかね、施設、住宅企業などから排出を削減しで初めて本当の成果が得られると投資は言う。こうした漏出源からの排出量は今年だけでも800万トンになると。テキサス大学が今週発表した研究によれば、アメリカ各地の天然ガスの生産施設で稼働する空気圧装置、加圧天然ガスで動く制御装置のうち、わずか 19% から排出されるメタンが全ての空気圧装置から、大気に排出されるメタンの大部分を占めるという。一部の装置を改良することで大きな効果が得られる可能性を示す内容だということです。で、これは最終的に言うと自主規制だけでは不十分であって、1912年以降もね、いろいろやってるけどっていうんですけど、まずちょっとね、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、そんなことは当たり前なんです。で、これね、なんで取り上げたかっていうと、今ね、例えば大気の問題を、エネルギー問題ね、で、メタンハイドレートだとかいろんなこと言ってるけど、実際のことを言っちゃうと、その効率の中に来るために温室効果ガスを出すことは二酸化炭素ではなくてこのメタンの方が大きいんです、本当は。ね、二酸化炭素ってのは確かに温室効果ガスではあるんだけど、明らかにメタンの方が大きくて、このメタンによる気温上昇とかそういうことの方がずっと考えられるんですね。
だから我々が考えなきゃいけないのは原子力というもの以外の、そうだな、そういうエネルギー源ってことを考えるときにやっぱりそこに行き着くわけですよ。問題は燃料を燃やして、化石燃料のものを燃やして、それで何とかしようという形では、必ず温室効果ガスが出ると。だからそもそもね、原子炉を稼働させなくするためにものすごくリスクがあって、簡単に言うと、その原子炉っていうのは前も何度も何度も話してますけども、止めておくことがすごく難しいものなんですよね。そのためには温度を保つために止めてからもずっと冷やしてなきゃいけないとか、いろんな問題があるでしょ。だから使っちゃった方が早いっていうのが一番考え方なんだけど、どっちも同じで危険だからね、じゃあ、その化石燃料などを燃やすことはどうだろうって言ったら、ここに来るわけですよ。ものすごい量のね、温室効果ガスが出てるんです。だから我々はそれを考えたときに、選択をどうするかと。で、もちろん当たり前だけど、太陽光だとか他のね、自然エネルギーっていうのは基本的には100分の1から1000分の1以下の発電量しか出せないことも当然ですね。はい。だから我々がいっぱい考えていかなきゃいけないという形ですよ。それ以外にもね、今回話したかったのは、有害廃棄物とがんとか因果関係はとか、そんな問題があります。これは有害廃棄物だけではなくて、これはナショナルニュースに書いてあるものなんですけど、例えば放射線とがんの関係とか、そこも含めてね、考えなきゃいけないんです。で、放射線っていうのがどういうことを示すかとか、有害物がどういうことを示すかってことを考えたときに、そのがんの因果関係になることは、取り込んだとき遺伝子がどういうふうに変化するかってことなんですよね。例えば放射線の場合っていうのは、体の中に取り込むとずっとそれで、細胞を焼くわけですよ。で、細胞が死ぬでしょ。で、全部が死ぬわけじゃないんだけど、そうするとその死んだ細胞が入れ替わって入れ替わって新しくなるときに、どん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 死ぬから、だんだんとバグが出てきて出るわけですね。じゃあこの有害廃棄物の場合はどうだろうって言ったときに、その有害廃棄物が体に入ったときも、例えば放射性の焼くものとは違うんだけど、それの持ってる毒性によって細胞が死んで新しくなってくると。だから、実際問題はこういう有害廃棄物による、まあそうだな、がんとかそういうものの因果関係っても強いし、もちろん放射性も強いと。ただその割合がどのぐらい強いかといったときに、まあそんなに恐ろしいほどね、興味をあれするものではないということを僕は言いたいんですよね。はい。それで、実際問題としては、因果関係がないわけではないんですけど、じゃあそれがどのぐらいだろうといったときに、これは広島の原爆のことでも分かるように、確かにその威力はあるんですが、思ったほどないんです、ね。これ反論を受けそうですけど、確かに思ったほどないんで、これは事実なのでね、僕たちは考えていかなきゃいけないでしょ。それがいい悪いじゃないですよ。ということが、現実を知ることが大事ってことですね。はい。最後にです、はい。今回写真を、ね、1枚用意しました。アフリカライオン群れの休息というのがありまして、これ白黒の写真なんですけど、すごく美しい写真があったんで、これ貼ってみたいと思います。ライオンというのは非常に頭のいい動物で、人間なんかと同じでね、本当に何て言うんですかね、すごく愛情もわかるし、人間近いって言ったらしかないですかね。ぜひね、皆さんそういうことも考えた時にね、ライオン、この写真、あと天然ガスのね、本当写真の方もね、一応ね、これアップするように今考えますので、皆さん楽しんでください。ナショナルニュース1年間アメリカからお送りしましたけども、本当に見ると非常に楽しい内容ばっかしでね、来年も果たして話題がいいのがあれば続けとこうと思ってますし、最後の、今年の話題は何なんでしょう。これから出るもので吟味してみたいと思います。はい。基本的に私はこのナショナルニュースをいろいろ見せていただいてね、1年間、様変わりしました。いろいろ、サイトがいろいろ統合しちゃって、日本語公式サイトの方もいろいろ変わってですね、いろいろ見づらくなりました。見づらくなったって言っちゃ悪いんでしょうけどね。でも我々がね、今後例えばこういうようなニュースを見るときに、いろんな話題を提供していくことは一緒ですから面白いと思います。やっぱり火星有人探査の話とか、そういうものもね、すごく面白いものがあるんで、このトピックスなんかも来年やってみたいと思います。本当に地球外に生命がいないと言ってた時代、それとは全然変わったもんで、来年はもっともっと NASA からいろんな情報が来ると思います。キュリオンシティだけではなくて、いろんな探査衛星が、宇宙いっぱい出てますね。そういうことを考えると、小惑星、水星、火星、金星、そこら辺のところまでは人間がいろんなことを、ね、手を入れているので、生命誕生とかそういうことも含めて、いろいろ研究できるんじゃないかと思いますね。いろんな難問があろうと、やっぱり人間は火星まで必ず行くでしょう。多分あと何年後かな、15年ぐらいで出発するんではないかと思ってます。そんな中でね、僕が生きているうちに見れたらいいなと思う今日この頃でございます。
はい、お送りしました、ナショナルニュース、いくつかの話題をやりましたけども、ラジオの方から写真もぜひ見てください。で、興味があれば本当にサイトに行ってぜひ見ていただけるといいと思います。それでは、あと1回日本からお届けします。さようならです。どうもありがとうございました。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。